わかりみサイエンス、ベイズ統計学、異常検知。ガンマ分布って何かしら？恐ろしい名前をしていますが、R を使えば簡単ですよ。シリーズ3回でお送りします。ガンマ分布の確率密度関数です。ガンマ分布は、単位時間あたりの平均成功率をラムダとすると、K 番目の成功が発生するまでの待機時間の確率を知りたい場合に用いる分布です。ここで、K はシェイプパラメータ、ラムダはスケールパラメーターです。また、ギリシャ語のガンマの大文字はガンマ関数という特殊関数の一つで、数学において階乗の概念を複素数全体に拡張した関数です。ガンマ関数には0以上の任意の実数 n に対してこのような性質があります。ガンマ関数はいくつかの定義が知られていますが、歴史的には1729年、数学者オイラーにより階乗が自然数とは限らない場合に拡張できるという観点から初めて定義されました。ガンマ関数に関しての詳しい解説は過去にお伝えしたわかりみサイエンス、ガンマ関数による階乗の定義をご覧ください。ガンマ分布に関する R の関数はガンマの文字の冒頭に D、P、Q、R をつけたガンマ分布の確率密度関数、累積分布関数、分位関数、ランダム乱数発生の4つの関数が用意されています。ガンマ分布を R 関数で使う場合、関数の引数としてシェイプパラメータとスケールパラメータを設定する必要があります。スケールパラメータはレイトとレイトの逆数のスケールの2つがあるので、どちらかを使いましょう。今回のスケールパラメーターはスケールを使っていきます。シェイプとスケールパラメーターを動かしてグラフの形がどのように変わるか確認してみましょう。まず、シェイプは確率密度関数のグラフの形の左右非対称さを決めるパラメータです。スケールは5に固定してシェイプを1、3、10、50と上げていきましょう。シェイプの値が大きければ大きいほど、グラフの形は左右対称な正規分布に近づいていきます。また、シェイプの値が小さくなっていくと、グラフの形は左に偏っていきます。次に、スケールはメモリをどれだけ大きくするかを決めるパラメータです。シェイプは5に固定、スケールは1、10、100、1000と変えていきます。軸がスケーリングされていますね。2つのパラメーターとグラフの形の関係、イメージできたかな？次回はガンマ分布の例題を使って解説します。解析的に解くと大変なのに、R ではたった1行で解けてしまうわよ。わかりみサイエンス、チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。